2021年6月8日、丸亀製麺より発売、丸亀弁当の新作、夏の丸亀うどん弁当、豚の冷やしゃぶと、鶏天おろしを紹介していきたいと。うわぁ、すごい大根おろしの香りが。こちら豚の冷やしゃぶです、はい、そちらが鶏天おろし、はい、これね、なんかさ、ちょっと入れにくいとかっていうコメントがあったんで、ちょっと俺今回やってみたいと思うんですけど、はい、まあ千妻さん普通にやってください。はい、わかりました、うん、こう結構固く結ばれます。あ、やっぱりね、じゃないとこぼれちゃったりするからね、うん、こぼれちゃったね。いくぞ、はい、うおー、怖い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 、どうすっぺ。まあこういう、うわあ、ごめん、跳ねたよ、ごめんなさい、ごめんなさい、悪気はない、シミだらけになる、はい、はい、こういう、このように普通に入れました、ね、でまあ今のが普通のやり方ですけど、はい、俺の場合これまずこう取るじゃないですか、うん、でね、これちょっとこうやってこう外すじゃないですか、でこの時点で、うん、ハサミで、うん、俺上切っちゃうんですよ、ここ、はい、このハサミがね切れない、ごめんなさい。切れない、このハサミが、うん、ハサミが切りづらいのは仕方ないよ。ハサミ、これ切れないんですか。おお、これはよ、いいだね、新しいハサミがどこかに行っちまって、なんでこれ切れないんですか、ごくん。おお、これほんとはみんなね、切れるハサミをね使ってほしいんだよ。うん、切れた、切れた。そしてこれちょっと短くした状態で、はい、まあ、これあの丸亀製麺さんのやり方じゃないですよ、俺がやってるだけなんですけど、でこれこうやってかけると割とほらかけやすくなるっていうね、はい、裏技でした。こっちのあの豚の冷やしゃぶの方はですね、うん、ここ豚の冷やしゃぶが乗ってて、うんうん、ここに大根おろしと、うん、これがかき揚げとしてネギと、うん、きんぴらごぼうと卵が入ってます。うわ、そっちはこちらですね、鶏天が2つと、うん、おろしかかってて、うん、きんぴらと卵と、うん、ネギとすだちですね。おー、それいいね、いいね、いただき、準備 Now。 おいしさー、おいしさー、いただき、ちょっと本当に、おろしは結構量入ってる、おろし、うん、まあ麺はね相変わらずこういう感じで、ね、綺麗にほら茹でたての、うわー、いただきます。うん、おいしい、大根うめー。それでこれちょっと俺も冷やしゃぶ食べてみます。うまっ、うまっ。これさ、このね、豚の冷やしゃぶが、うん、脂がさ、ほら、こう落ちてる、うん、あっさりした感じなんだよ、うん、ちょっとこう、脂っこい感じが欲しいなと思った時にこの野菜天を一緒に食べる、うん、めちゃくちゃ美味しい。で、こう吐き出すのがさ、うん、これ、あ、ここにすだちいた、あ、いた、すだちがお肉に隠れていた、すだちのいい香り、もう夏、ね、うまい、これ夏だね、これね、うん、うまー、本当にうまい。じゃあちょっと鶏天いただきます。うめー、なんだこれ、やば、柔らけー、鶏天、本当ですか、大根おろし最高、え、これ本当にうまい、うん、あの最初のさ丸亀うどん弁当も超うまいんだけど、うんうんうん、これはこれちょっとね、俺おろし好きなパンチが効いててうまいね、すだちの、あとおろしがいいわ、大根おろし最高、うん、冷たいから食欲旺盛になる、うんうん、そう、すごい冷たいからね、やば、毎日食いてー、うん、あ、準備 Now、 どーん、ちょっとプラス30円になっちゃうんですけど、うん、このお持ち帰り容器がもらえるんですよ、ちっちゃいやつ、はいはいはい、これ私ネギが好きだから、うんうんうん、こうネギをね、こうたくさんね入れてきました。なるほど。で、これ追いネギします。ネギは入ってんですけどね、うん、どーん、よーっしゃ、食うぞ。おいしい、うん、ネギ好きな人はいいですね、たまんない、うん、うちはね、このお弁当にこれをさらにネギをプラスするのが好き。あとさ、うん、唐辛子とかちょちょっとこう持ってたら入れてもいいね、うん、やっぱすだちと大根おろしっていいね、合うね、夏だね、うん、清涼感がたまらない、たまんない、ちょっと食欲がさないなーなんていう時とかもいいね、うん、うん、おいくら？豚しゃぶうどん弁当が590円。鶏
り天おろしうどん弁当が620円。おいしかったー。準備 now!